大丈夫、かぶってます。はい。メインで、ここにいる、松本龍斗がメインで。試合をします、お互いベルト持ってるんですけど、ただあたりにかけれないんですけど、それでは58キロ契約ということでなんですけど、そのうちの松本龍斗なんですけど、名古屋から竹がわざわざ来てくれてるのに、サボりです。なんとサボりです。いかん、それはいかん、それはいかん。なので、大脇選手に一言。こんにちは。こんにちは。大脇武です。お。6月28日に、京都 KBS ホールでニュージャパンが行われるんですけど、そこで今チャンピオンの松本選手と、対戦が決まっているんですけど、まあ、もちろんアウェーとかチケットもたくさん売ってくる松本選手が来るんですけど、まあ、僕はメインで必ずぶっ倒して空気読めないぐらい会場を盛り下げるんで、おー、よろしくお願いします。おー、ありがとうございました。その6月28のセミで、うちの友人が、NJKF のフライ級の決定戦に出場します。おー、友人、4月に、よそでタイトルマッチだったんですけど、ラッキーかラッキーじゃないかよくわからないんですけど、コロナのせいで興行の流れがうちの興行にやってきました。おラッキーです。お、まあ、相手は1位の選手なんですけども、決定戦なんで、回ってきたらね、ラッキーなんで、まあ、ユーシーに行こう。ユーシー、こんにちは。こんにちは。NJKF京都のうちリムのユーシーです。6月28日、京都 KBS ホールで試合します。さっき言ったんですけど、決定戦なんで、しっかり頑張りたいと思います。おい、ユーシン、頑張れ。頑張れ、ユーシン。相手は強いんですけど、まあ、しっかり走りくんで、よかったら応援お願いします。おはよう。この試合の、グリーンボーイライトもやるんで、何社員が今回出てくれてるところから選べると思うんですけど、まあ、プロのデビュー戦なり、オープニングなりあるんで、そこら辺も目指して皆さん頑張ってください。で、今、参加してくれてるジムの選手、プロ選手が多数出るんで、皆さん、ぜひ応援をよろしくお願いします。それと、3月22日に、来てないんですけど、松本龍斗が指名してますので、こちらも良ければ。